題です。先行の MC はこの男、千葉大将。自分が自分であることを誇るベノム。高校トゥルーオアホース。それでは先ほど延長戦だったんで一回ビートをもう一度確認しておきます。OK、行きましょう。2回戦第3試合です。先攻ベノム、後攻トゥルーワーホース。ビートはデュージャーペーコ、8小節日本シュー。レディーファイト。ゼロからのスタート、知名度もねえしな。無名のダークオーツだが千葉の代表だ。俺は最近出てきたばっかで金もねえしな。だけどもマイク一本でこんなとこ上がるんだ。俺が見せつけるのはこの生き様、この生き方。ヒップホップっていうもんがあればこんな大舞台に立てるぞ。えいよ、みんなヒップホップが好きでここに集まってきた。俺たちの希望、それを見せつけるだけだ。おい、バトルのくせによ、ちゃんとディスってくれなきゃ困るからもっと来いよ。あ、バスが結局自己紹介文、それじゃ勝てない日本語ラップ、声で聞いたぜ自己紹介。やられたお前は死の旅、渡るだけここでお前はヒーローコンパニーだぜ。今日ここのヒーローの到来。息継ぎできねえで母言ってる。お前の方がヒーローコンパニーしてんじゃねえの。自己紹介するの当たり前だろ。ここにいるのみんな初対面で俺のこと教えてんだよ。だからここでマイク持ってんだよ。ちゃんとディスれ、ディスるぐらいのもっと見た目で来いよ。お前さ、そんなヤバなやつディスには値しない。だからやってんだよ、わかるかい、right? ここまで来て見た目かよ。ラップの内容でもっとディスってくれなきゃ困るよ。つまり外見ディスよ。握って歌詞書いたらシャープペンシルだぜよ。これはアスレチックの世に超える山が目の前にあるから来たぜ。見た目まるでこれで汗噛みしめている。優勝まで噛みしめている。終了、決めます。2回戦第3試合です。いきます。まずは先攻ベノム、続いて後攻トゥルーオーホース。まずはベノム、いきます。レディージャッジ。勝者ベノム、トゥルーオーホースにも大きな拍手。はい、それでは MC 名と、どの地区レペゼンか教えてください。と MC 名はトゥルーオーホースで、地区は石川ですの野々市市から来ました。石川代表のトゥルーオーホース。はい、そうです。今年齢は17です。17歳、はい、高校2年生。石川代表高校2年生来ましたが、今回ということは初出場。そうですね、初めてです。初めてのグランドチャンピオンシップ、いかがでした？悔しいですね。悔しい。まあね、お客さんも2000人ぐらいいるし、会場もでっかいし、はい、まあ多分こんなでかいところでマイク握ったことはないかもしれないですけど、はいはい、それはどうでした？それはまあ確かに会場のなんていうかその暑さとかいっぱいあったんですけど、やっぱりそのステージやるの本当に楽しいっていうか、また来てって思いました。またここに立ちたいと、はい、ね、仮をこのでかいステージに立つとね、そう思う、はい、今とっても悔しいと思いますけど、そうですね。まあ、ちなみに来年2018年ももちろん UAB あります、はい、いかがですか？いけます。いける、はい。じゃあぜひ来年も出れるように俺たちも待ってます、はい。じゃあ最後にこの映像を見てる、まあ、地元の友達とかもいると思うし、はい、まあ、全国のみんながこの映像インタビュー見てるんで、はい、一言何か、本当にまずはごめん、すいませんでした。でも学ぶことがいっぱいあって、自分の中で大きく成長できたんで、絶対次借り返しに来るんで、まだ信じてくれれば嬉しいです。トゥルーアホースでした。ありがとうございます。